はい、こんにちは。最近またもうずっとここで撮ってるんですけど、同じ日なのでね、もう本当にこの景色を楽しみながら、本当にピースフルなね、時間を過ごさせてもらってます。神様ありがとうございます。本当にこのビデオではね、最近俺が見たもう超衝撃的な映画の感想と、そして、いや、俺が何を思ったかっていうのをね、ちょっとみんなにシェアしていきたいと思います。見た映画は、英語名は The Book of Eli、 そして日本語名は The Walker かな。まあ、知ってる人もいるかもしれないけど、俺は知らなかったので、その俺が知らなかったっていうこともびっくりした。こんな素晴らしい映画を、どういう物語かっていうとね、まあ詳しくは言わないのね。なぜかというと、まず感想を言う前に、本当にこの映画を見てほしい、みんなに。マジで The Walker、 The Book of Eli 書いときますので、マジで覚えてこの映画本当に見てください。結構ね、子供はちょっとやばいかも。そのやばいっていうのも、すごい死とか殺すシーンとか結構残虐なシーンが多いから、まああんまりちっちゃい子供とかはあんまおすすめできないかもしれないけど、でも大人のあなたたちはマジぜひ見てください。まあ血とかがちょっと無理系な人はちょっとやばいかもしれないけど、いやでも本当におすすめ、超学ぶことがある、このクリスチャン的に。マジおすすめします。で、おすすめしてからのちょっと感想を言わせていただきたいんですけど、まあ結論ね、結論何かというと、どれだけ聖書が大切なのかっていう、なんで俺聖書持ってないねん、ちょっと待って、聖書持ってくる。これは聖書持ってないと話せないわ。どれだけ聖書が大切なものなのかって、まあ当たり前ではもちろん当たり前だし、これまで知ってたけど、でも本当になんか心の底からそこをぐさって来させられるっていうか、この聖書を持ってる恵み、常に神の言葉にアクセスを持つことのプリビレージ、この権利じゃなくて、ことの喜び、ことのありがたみを本当に分からさられる映画だったのさ。で、いや、見た後に、もうズシーンってきて、うわ、俺って聖書持っときながら、常にアクセス持っときながら、どれだけ短い時間を、この御言葉を食べて過ごしてんだろうってすごい思わされて、そしてこの本、この神様の真実をこうやって今手に持てる幸せ、そして感謝、いや本当に当たり前じゃないんだなっていうのを思わされた。そして俺らが今この時代に生きてて、こういうアクセスがあることがどれだけのプリビレッジなのかっていう。だって聖書だって印刷され始めたのも最近でしょ。もうこの地球の、この人間の歴史の中でほとんどの人がアクセスなかったわけじゃん。だけど俺らは常にあんの。だから質問は、あなたはどれだけその聖書を読んで時間を過ごしてますかっていうことなんだよね、結局。俺はそれをめっちゃ問われた気がして、すごい神様に 悔い改めっていうか、いや、ほんとごめんなさいっていうか、常に携帯に時間を取られたり、他のことで忙しくなって、つい、なんだろう、神様にフォーカスを当てない時間の方が多かったりするから、いや、本当に、いや、読んでいかないとなって、もうシンプルにそこ、読んでいかないとなってすごい思わされた映画だった。そして、覚えていく、本当に御言葉を魂に、ズカバカブクブクぶっ刺してって、それを常に「はいはいはい」って人々に渡せるようにしておかないとなってすごい思わされた。いや、めっちゃ涙出た、見終わって。ちょっとね、この聖書を持った時に、いや、もう見終わってもうすぐ友達に「ちょっと待って、聖書持ってくるわ」っつってハグしてくるって言って、もう聖書を手に取った瞬間、もうめっちゃね、いや、これこそマジ込み上げるものがあったレベル100。いや、よくインタビューで言ってる人の気持ちが分かった。込み上げるものがありますと。いや、マジそんな感じだった。
もううわーってきて、うわ神様本当にこれこれ、はあ、感謝ですってね、話せませんでした。もう何十分かはこの子を、だからこの聖書、神の言葉、唯一なる真実、この世の大切にしていきましょう。マジでこういう時代だってさ、ずっと続くわけじゃないわけじゃん。どんどんさ暗い時代に入ってってさ、本当に御言葉へのアクセスがどんどんリミットされる時代にもなるわけでしょ。だから今この瞬間さ、みんな今この動画を見てる瞬間、この御言葉を読める喜び忘れずに常に味わって感謝して、もっと神様知っていきましょう。神様のことはもう一生いくら頑張っても知り尽くせないけど、でも本当に御言葉に神様の性質が溢れてるし、本当に読めば読むほど本当に神様を少しでもね、もっとより多く知れると思うから、いや偉そうに言ってますけど、これ本当にみんなに言ってるかもしれないけど、マジで冗談抜きで自分に言ってる言葉、自分に向けて言ってる、本当に読め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 というねことですよ。本当に読んでいきたいと思います。あー神様感謝します。主よ本当にこのね御言葉あやばい落ちるとこだった。あー感謝です。神様ありがとうございます。そしてもう一つ忘れたのは、今この時代にあってもまだ御言葉、そして聖書にアクセスがない人たちのためにも祈ろうって思った。この例えばだけどさ、中国とかイスラムの国の諸国とかで本当に聖書を持つことが禁じられたりとかさ、まあ、物理的に買えない読めないっていう人がたくさんいるわけだから、その人たちのことも覚えて祈って、そしてやっぱりね、うん、自分が聖書を持ってることのありがたみをね、もう一度深く味わって理解して感謝して、実際に行動に移して読んで、神様をもっと知ってね、福音を、神様の真実を他の人にどんどんシェアしていく人々になりたいと思います。我らは、我らは OK ということで、見てくれてありがとう。神様、俺らが持っている聖書に心から感謝します。どんなサタンの俺らを聖書から引き離そうとする、聖書を読むのを止めようとする力、そういう気の惑わし、気が散ることをすべてあなたが排除して、俺らのフォーカスが常にあなたの言葉になりますように、あなたの、あなたにありますように、主をどうか助けてください、導いてください。そしてさっきも言いましたけど、まだあなたの聖書を持つことができない人、いろんな理由でアクセスがない人のために祈ります。主をどうかあなたが、あなたの超自然的な、働きによって、パワーによって、御言葉がいろんな世界中の人たちに届きますように、聖書を読みたい、あなたを知りたいって思っている人にあなたが与えてくださいますように心から祈ります。主を感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。みんなありがとう。 God bless you everyone. Thank you for watching. Let's read our Bible. Period. Let's read our Bible. 聖書を読みましょう自分に言ってます。はい、見てくれてありがとう。 Thank you for watching. And I'll see you in the next video. Ciao. Bye.